今日も楽しく元気に踊ります。今年も応援よろしくお願いします。マイクテストです。ただいまマイクのテスト中です。センターマイクです。ただいまマイクのテスト中です。これ最初の演奏の時はこういう状態なんですけど、その後ね、演奏がなくなる。その時はこれ、もう一回ろう。2021シーズンを戦うメンバーが今年も揃いました。演奏が入る前は MC ありません。流れ言いますと、帝国13時がイベントスタートで、13時富山県太鼓協会です。この度はお声をかけていただきまして、本当にありがとうございます。我々太鼓協会の方も、オール富山の一員として、片手富山さん、今後とも、長いお付き合いをしながら、応援の方、させていただきたいなというふうに考えております。まだまだ知名度の低い富山県太鼓協会ですけども、これを機会に、より一層片手さんとの関係を深めて、頑張っていきたいと思います。お互いに頑張りましょう。よろしくお願いします。お疲れ様です。関田選手、今日どうですか？ユニフォーム、こんな感じですか？調子いいですか？調子いいですか？今年、右サイド、2番として頑張ってください。一発ふざけすぎじゃねえ？いいズームを一発です。いいペーコーだな。すいません。聞こえてない。聞こえてたな。はい、注文取り来たら、はい、ここでいいんだから、はい、お願いします。どんなトン？僕も酢豚だな。はい、ちょっと、はい、新加入やからちょっと動画撮らなかった。はい、ちょっと一言もらっていい？新加入の立ってもらっていい？はい、新加入の正林です。ボースの伸びかけです。全力で頑張ります。よろしくお願いします。はい、オッケー。かっこいいです。はい。お願いします。はい。じゃあ、お疲れ様です。誰の出た？ジョージさんです。リン君やってもらってます。翼が待ってます。手は軽く握るね。うん、そうですね。はい、
アクトを務めてくれたのは富山県太鼓協会の河合智信さんと河合大地さんでした。さて、それではお待たせいたしました。2021年新しいカターレ富山のスローガンを発表いたします。2021カターレ富山の新スローガンは熱誠心一つにです。熱誠とは、燃えたぎる熱い情熱と、ひたむきな真心を意味しております。新桜町にありますダイニングバーラサよりライブビューイングをお届けしていきます。クラブ の YouTube 様子デジッチみたいな。そう、デジッチみたいな。うわ、エンジンだな、これ。まさか、操作チーム変わってるわ。一気くんめっちゃイカツイさん。富山を愛し、富山に愛された男、背番号11、ミッドフィルダー、大崎純也。大崎選手は今シーズンより栃木 SC より完全移籍で加入しました。飛翔のレフティ背番号13ミッドフィルダー安藤直人。安藤選手は今シーズンより藤枝前 FC から完全移籍で加入しました。背番号19、鈴木翔太選手。
今シーズンのキャプテンを務めさせていただきます。非常に僕本当に初年度でこういう立場を任されるというのを非常に光栄に思うのと同時に非常に責任も感じていますし、本当に気の引き締まった思いです。まだまだ僕自身も語られてのことだったりチームメイトのことだったり本当にたくさんまだまだ知らないといけない立場ですけど、とにかくこの1年間、自分の持っている力を語られたもののために、全力を注いでいきたいと思います。僕一人では、何も成し遂げられないのでここにいる選手スタッフと、あと、ご覧になっていただいているファンサポーターの方々と一緒になって、必ず、J2 復帰を必ず達成したいなと思います。よろしくお願いします。松岡選手ですと画面に映ってるだけで笑いが起こってるのはどうしてでしょうか。はい、いい感じしますね。さあではその松岡選手への質問です。選手たちは、先輩たちは優しいですか。そうですね、指導して2週間ぐらいだったんですけど、はい、トロ選手も優しくて自分のキャラが出しやすい状況です。はい、そうですね。その中で、はい、特に誰が優しいでしょうか。小田切コーチです。小田さんですか。はい、コーチが小田コーチだからお世話になってるコーチ。なるほど、はい、そうですよね。やったことないんですけど、タラちゃん。いやでも来てるしやってもらわないと。わかりました。はい。タラちゃんですよね。なりましたってのですか。もうなんて言います。まあいいですよ。きついです。はい。はい。治りましたです。サポーターの、力というのはものすごく大きなものだと思うんですよね。やっぱりそういう中で、声を出せないという中でですね、やっぱり選手がですね、そのサポーターの気持ちというところを組んでですね、やっぱり戦っていくことが大事なんじゃないかなと思います。J ボックスシアターにいらっしゃるファンサポーターの皆様へ手を振ってお別れしたいと思います。では中継先からは以上となります。では J-MAX シアターの池田さんに最後は会場の締めを行っていただきたいと思っております。選手の皆様へはお願いいたします。バイバーイ。監督も笑顔で監督一番いい笑顔なんじゃないですか。チームの目標は昇格なので、今日に帰ってきて今年で3年目ですけど、早く昇格できるように僕自身しっかり